こんにちは、こんばんは、あすかです。今日もスーパーマリオメーカーとやっていきましょう。本日もちはやさん、フェイトさん、チャーの動画もチェックしてみてください。それではまずはこちら、くだらない、くだらないコースで遊んでいきたいと思います。何がくだらないんでしょうか。まさか、まさかのまさか、うっそ、こんなことが仕掛けられてるとは。この辺もあるよね。あるか、ありました。全部に敷き詰められてんのかな。時計仕掛けの摩天楼的な感じやな。ほっ、あーくっが、おい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 、そんなことは言ってはいけません。このチャンネルは子供に優しいキッズチャンネル。今日もアスカお姉さんが遊んでいくよ。ということで、この上からジャーン、ポッ、あら、攻略方法は見つけた。こうしてこうしてこうです。こんな感じです。以上、アスカお姉さんでした。バイバーイ。これさ、サムネめちゃくちゃ簡単そうだけど、クリア率が結構低いね。なんでだろう。やってみよう。階段登る系、一発ネタ。降りる系ですね。あ、地面から離れたらダメなのか。だからか。あー、こういう系で、こりゃ難しいわな。これでいいのか。こういう感じで降りていけばいいのかな。ちょっと下見てみよっか。あ、見れんかった。ということは、あう、すぐついてしまう。むず。できた。できた。すごい、なんかできた。無言になっちゃった。無言ごめんよ。一画面タロールコースということで、こちらやっていきましょう。ファイヤーマリオのままゴール。この、おー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 、いい、ういういおや、結構来てる、結構生き残ってる。初回にしては結構生き残っている。フラワー、あ、フラワーあそこにあるじゃん。めっちゃん左にあるよ、フラワーちゃん。上に、あー、天井が低い。こっから敵は来ない。え、これダメなの。あー、出さずに上行く。下行く。これでいいんじゃない。これで、あ、こうで、こう回りの、取って、うりゃーって、あ、余裕やないかい。簡単すぎて、おならが出ちゃうよ。これは、あ、ちょっと待って、嘘、あー、くらった。まだおならは止めておこう。でもさ、生き方的にはこれで良さそうじゃない。天井低いんだよ、マジで。ほえ、おお、なんだ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 、なんかパウが。待って、こうやって、これです。うー、マジか。くそ。あ、こっちから行けばいいのか。わかったわかった。わかるんだ。もう。わかったわかった。これでいいんだよね。待って。あ、ちょ待って。いいよ。ほんで、出して、こうで、これでいい。オッケー。チャッカマン。チャッカマン考えた人、天才じゃない。ライターじゃさ、熱いやつなのに、チャッカマンがあるだけですごいつけやすくなりました。チャッカマンの歴史をたどっていきましょう。行ってきます。落ちます。はい。ここでいいの？え？これ何？キラーが、いそうなところ踏めばいいんだよね。スピンか。くるんで、ふんわり優しく踏んでください。だって、くるん、踏むときにくるんすると踏めるのか。そういうことでしょうか。では優しく踏んでいきたいと思います。優しく、くるん、お、できた。いくぞ。結構早めに、はい、くるんくるん、お前かい。へー、すごいね、初めて知った。なんか2個目変なとこじゃない。結構手前、クレムクレム。おお、来た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 、できました。トゲゾウ邪魔だ。トゲゾウでだるま落とし。
楽しそう。え、どうやって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 こういうこと？え、やられちまうわ。え、なんか概要欄みたいの読んだ方が良かったかな。なんか書いてあったね、いっぱいね。ネタ系の一発マリオ、ゴールがトゲゾウで塞がっている、なんとかしなくては、とりあえずトゲゾウが当たらない枠がある場所でジャンプしてみて、だって四角のところで、ここでジャンプ、ジャンプ、お？なんか知らないけどできた。なんで？なんでなんでなんで、教えてくれ教えてくれ。マジなんで？分かった人はまず電話ください。ボム78体いらっしゃいます、ボム様。ブリャーブリーウィー、なにこれ。上の方を倒してマグマが上がってくる前にゴール。ダメか。じゃあこうしてこうしてヒャーじゃあ私はもうここにいる。ダメか。あと1匹じゃん。あらー、竜巻旋風。できたできたできた。キノコが欲しい。秋だからね。さあ、スタートいきます。今日はピンクちゃんでいきたいと思います。キノコが、キノコがありますが取れません。キノコ取れないってこの感じ。今はスーパーマリオのままゴールって書いてあったけど、わお、キノコが潰される。キノコは来んのか。あう、これはさすがに来ない。これはん、これオフ、こ下に落ちんのかな。落ちてここに1アップじゃねえんだよ。これはちょっと届かないか。あ、これツタツとかもあったら取れそうじゃない。これ取れんじゃないの、このなめこは。味噌汁にしちまうぞ。あれ、むむむ、これピー、あ、落ちて、これ落ちてこないんでしょ。どうせこれはさすがに下降りれないもんね。うねうべっ。で、これも、うー、これ、これも無理か。さすがに。これも、これは取れません。ほぼ触ってるけどな、ちょっと。これは、あ、これさ、ここで待ってればいいんじゃない。ここでよっ、ガーン、はまりました。なかなか取れないね。うわあ取れそうだった今。これは届かないし、これも落ちてこない。これもみんな今触らないのってある。これ届きませんね。これは落ちてこない。あ、取れない。悪の組織に消されました。あった、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 来い来い、カモン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 、キャー、ついに、ついに、ついに、かん、うわー、感動の再会ならず。これ絶対ダメじゃん。え、あ、ダメでした。ついに、ついに下から、もしかして来るか、下から来ないと思いきや、これオンオフ切り替えたらついに感動の再会。はい、来た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 、取れました。オッケー、感動の再会できた。いっぱいキノコを消されちまったな。そういえばさ、この前エリンギキノコが安かったからさ、買ったらさ、どうやって使っていいか分かんなくて腐らせてしまった。はい、エリンギごめん。はい、それでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この前のお休みの日にね、ちょっと徳島県まで行ってまいりました。家からね、まあ2時間ぐらいかな。なんかお昼にね、海鮮丼のねテレビをやってて、ですごい美味しそうと思ったら徳島県で、なんか今行ける距離だったのでちょっと食べに行ってきました。2500円もして手が震えたけれども、しょうがない、頑張
頑張ろうと思って食べて、でも徳島県に行くまでに高速代で1万円とかかかったので、すごい贅沢なランチを食べに行って、で時間がなかったのでこれを食べてもうすぐ帰ってきました。でもね、楽しかったよ。まあドライブということで天気も良かったのでとても楽しかったです。秋はいいね、やっぱなんか気持ちいいって感じ。ということで皆さんも短い秋満喫してください。それではまた明日、あすかでした。バイバーイ。